はい、いつもありがとうございます。企業家でプロデューサーのマカリオです。昨夜は、1年間、ね、かけてやってた、会員制の勉強会、生き地アップっていうね、勉強会の、最終月だったんですよね。で、12回目なんで、この1年間を通して、そのみんなに伝えたかったことだったり、で、再度ね、その自分の持っている、ポテンシャルだとか、発揮できるパフォーマンス、あとその人生の目的みたいなことをね、再確認してもらいたいなと思って、じゃあ新しいちょっとワークを作ったんですよ。で、日頃僕の動画って、アイデアの定義に関するネタってめちゃくちゃ多いじゃないですか。例えばそのアイデアの定義っていうのは、既存のものと既存のもの、これを組み合わせて何かできたもの、これがアイデアなんだって簡単に言うとね。例えば、このスマホ、じゃあこれは何と何を組み合わせたのかっていうと、これガラケーなんだけど、ガラケーの時からさ、電話、これ携帯電話だよね。で、別にインターネット機能もあったわけなんだけど、分かりやすく言うと電話機能とパソコンをくっつけたようなもんじゃん。ね、だから今逆にパソコン持ってなくてね、スマホだけで仕事されてるって方すごいたくさんいるなんて聞くと、確かにできるもんな。僕も実際この中にそのビジネス系のソフトって、アプリっていっぱい入っていて、もう大抵ね、本当にこれ自体で何でもできちゃうなと思うんですけど、それはさておき、アイデアの定義、あらゆるものがアイデアの定義だし、コンテンツの制作もアイデアの定義なんだっていう、昨日ね、たまたまやったワークっていうのは、ちなみにこれはね、過去にも皆さんに紹介したことがあると思いますけど、これだってノートと僕の後ろにホワイトボードがありますよね。ホワイトボードを合体させて持ち運びしやすくしたものなんですよね。これ、ボードマーカーで書いて、これで消せるみたいな、保護もできるんですけど、たまたま先週ゲストを呼んで、プロデューサー養成講座の一環で社会起業家のね、現役の方を呼んで、いろいろトーク&セッション、 Q&A、 ぶっちゃけ Q&A、 もう何人でも聞いちゃおうみたいな、教えてもらおうみたいなことをやってたら、たまたまその講師の人がその自分の生まれた時から、ちょっと待ってね、せっかくなんでホワイトボード使えばいいんだけど、手元にこれを持ってきちゃったんで、また汚ねえじゃん。この生まれた時、何年何月どこで生まれましたよっていう、で、こっからこの時系列で、今に至るまでのね、プロセスっていうものが、例えば小学校入学しました、で、中学校何やってました、高校何やってましたみたいな、で、この会社に入りました、この時こんなことやってました、会社売却しました、今これやってましたみたいなのが、そのパワーポイントで出てたわけですよ。で、これを基準に、この時の、では例えばこれってどういう感情や思考や行動だったのとか、3ヶ月間飲まずクラスだったみたいな、この時ってなぜそうなったのとか、結局それをこの次にね、会社を作ったみたいな、ここからどうつなげたのみたいなことが、そのトークアップセッションに繰り広げられてたんだけど、これすげえいいなと思ったわけですよ。要は分かりやすく言うと自分史ですよね。で、この図がずっと僕の頭の中にあったんですよ。で、僕もともと、ここに書いちゃいけなかった、ここに書かなきゃいけなかった。これ保護フィルムだった。保護フィルム、あ、よかった、消えるわ。よかった。はい。で、既存のもの。たまたまそのある講師が使ってた、パワーポイントの資料があったんですよね。で、ここに、僕はもともとタイプ理論だったり、サイクル理論というのを伝えてますんで、これっこに、今まで自分が持っていた、知識の組み合わせて1枚のワークシートを作ったんです。年齢ごとにね、その自分を、で、実はこの真ん中のところには3つの質問を用意していて、これやった後に答えてってもらおう。で、だから一番初めこの A4 でこのワークシートが出来上がったんですけど、いやこれをやってもらって、これを導き出すに、これを導き出すには、もう一つ何かワークを入れた方がいいなと思ったんですね。要はこの出来上がったこの A
っていうこのワークシートをさらにちょっと分解ともう一つ挟みました。でここに一番初めにまあこれできたんで、まあ全部一としましょう。この本来これ1枚で完結する予定だったんです。これはアイデアの定義、社会起業家の戸田さんと、僕が持った知識で組み合わせたワークシートっていうのができて、この01でこれだけやってもらう予定だったんだけど、ちょっとこれだけだとこのここの3つの質問をうまく導き出せないなと思って、急遽、もう1枚のこのワークシートを追加したんです、その場で。だから昨日っていうのはこれしか、用意してなかったんで、しかも途中からちょっとここの質問内容を初め書いてあったんだけど、これが書いてあるとこのワークやってる時に集中できないなと思って、ここ消して、ここだけは91A1、92A2 っていう ところだけ残しておいて、この91も質問書いてあったやつを消して、でなおかつ、まあ、このワークやってもらった後に急遽ですね、後ろのホワイトボードにここの次やってもらうワークをね、書いたわけなんですけど、実はここも既存のものから引っ張ってきたんです。ドラゴン桜ってご存知です？僕今アプリでまたその漫画見ててドラゴン桜って東大に行こうみたいなね、そのたまたま前日に見ていたドラゴン桜に1枚のワークシートが出てきたわけですよ。でそのワークシートが頭にあって、そうか、このワークをやった後に、この1番目のこのワークをやった後に、本来はねここに行ってもらう予定だったんだけど、これをやった後にこれをやって、そしてもともとこの01のここですよね、3つの質問に進んだ方がいいなと思って、でこれも結果的には借り物なんですよね、レバレッジなんですよね。なんで最終的にはワークシート、これ1枚で、これ1枚さらにこのワークシートにはプラスまた、ちょっと僕の知識を入れてプラスアルファ的なワークシートにしてですね、で最後この3つを書いていってもらってみたいな、まあ、1時間ぐらいで3枚のワークシートでやっていったわけなんですが、日頃その僕がセミナーだったりとかコンサルとかやってて、いろんなフレームワークを使って知ってるんですけど、なかなかそのコンテンツを作っていくプロセスって一般の人に見せないじゃないですか。というかもう出来上がったものを提供しますよね。例えばうちだと起業家支援ワンデー集中スクールでもいいですし、価値をお金に変える3ステップ。これも3枚のワークシートで、まあ20分。最初20分あれば自分の価値をどうやってビジネス、お金に変えていくんだってことが分かる。2013年かな、日本一になったセミナープログラムなんですけど、基本出来上がったものを体感してもらう。だけど僕はそのさっき言ったイクチャップっていう勉強会では、講義レッスンじゃなくて一緒に勉強していこうっていうスタンスだったので、逆にその最終回、僕がどういうふうなその思考でね、コンテンツを作っていったのか、まあ、ちょうどだから、まあ、ワークシートもね全部揃ってないような段階でやってもらって、で、その後に、感想をもらったりだとかしながらね、あ、これなかなかいいなっていうか、自分を棚卸しするっていうワークはうちにも2種類あるんですけども、ワークシートもあって、価値の棚卸しっていうのをずっとやってたんですけど、この10年ぐらい意外と昨日その即席で作ったそのいろんなね既存のものを組み合わせて、もう本当に料理と一緒だよね、いろんな素材材料を入れて調理方法を練ってできたものが良くて、ちょっとこれしばらくこのまあ短い期間の間に何人かにこれやってもらって、ちょっとまたねこのコンテンツとして提供できたらいいななんて思ってるんですけど、まあ、何が言いたかったのかっていうと1年やってみてすごい良かったんですよね。その内向的で人に何か教えて対価をもらうみたいな経験全くしたことないですと、っていう彼がそれこそ自分の今までやってきたことをね生かしてコンテンツを作ってセミナー講師デビューしたり、ね、今もう毎月定期的にやってるのかな。で入る前はいやもう本当に明日からどうしようって会社を作ったばっかりで、しかも作りたくて作ったわけじゃなくて追い込まれて自分で会社やることになって、その前いた会社からも社員連れてきちゃってるし、慕ってた人がついてきちゃってるし、どうしようかなっていう段階で、まあ、参加してくれた経営者の方もいるんですよね。でも実際この1年間やったら当初そのスタートして立っていた売り上げが3倍になったんだって。でしかも
今期新しい木をまた迎えて、3ヶ月かななんかでもう前の1年間分の売り上げ目標達成したみたいな、なんかすごい嬉しい報告とかも受けて、調子づいて2回目やろうと本当はね、もう昨日やめるつもりだったんですよね。最近僕セミナーもやってないし YouTube 動画もやってないじゃないですか。なかなかその、まあ、セミナーにしろセッションにしろもう限られたお客さんにしか提供してなかったんですけど、なんかね昨日そんな報告もらってたらなんかいいな。でこの1年間僕も、第3水曜日だったんですけど、すごくワクワクだったのね。今ゲスト呼んだりだとか、僕がその気になってるテーマだったりをみんなでやったりだとか、まあ、その中でも手品を覚えて、10分20分で手品を覚えて、手品がみんなできるようになって、でこの手品を覚えたやり方を教えるみたいな、まあ、そんなこととかもやったりだとかいろいろしてたんですけど、ちょっとまた引き続きやりたいなと、思ってて、でまあ今日か明日のメルマガで告知しようと思ってるんですけど、まあ、YouTube だけ見ていただいている方っていうのはそのメルマガ行かないじゃないですか。なのでちょっと下にメールアドレスを入れておくんで、いきちアップ、いきちってすっげえ難しい字なんですよ。いきちって何なのかっていうと、要は分かりやすく言うと、まあ自分の限界値みたいなふうに思ってもらえばいいんですけど、いまだに俺もさ、見ないと書けないみたいなそんな字いっぱいない。ちなみに令和って書ける令和、どんな字なんだこれ。生き地難しいな。これ何年生の時に習うんだろうね。習った記憶がないんだけど、生き地、ちょっと調べてもらえばいいんですけど、はい、これで書道2段階よって話ですが恥ずかしい。はい、生き地、はい、境目境界線なんですよね。ある一定のこの生き地と呼ばれているライン以下っていうのは反応しないんですよ。感情だとか思考だとかなんかしようみたいな。だけどこれを超えると反応する。例えばさ、自分の手をさ、こうやって触っただけだったら、まあ、触ったなと思うけど、まあ、別に何の反応も起こらないじゃない。だけどこれを強めていって、ギュッと、いたたたたみたいになるじゃん。わかる。この弱めてタッチして触ってるところをグッとそれで、いたって、この境界線みたいな。で常に僕たちって毎日生活がほぼ変わらないよね。朝起きて学校行って帰ってきて、家庭のことやるのか、でお風呂入ったり、寝てみたいな。で、そうすると慣れちゃうんだよね。鈍感になっちゃうっていうか、なかなかその刺激を得る機会がないっていうか。でそもそも僕たちって自分がその好きなものを見たいように世の中見てるんで、だからテレビだって見たいもテレビしか見ないでしょって、スマホもそうでしょって、限られてるでしょやってることって。なかなかその外部から自分が知らないことっていうか、実はその刺激があると、また自分が今まで持ってたものでアイデアの定義じゃないんだけどね、組み合わさって何かビジネスができたりしていくんだけど、なかなかその新しい刺激 がないから、だからそれをその月に1回感じるというかね、体感してもらうっていうのは勉強会だったわけなんですが、なんかその2回目やろうと思ってるんで、ちょっと興味関心だったら PDF 送りますんで参加してほしいなと思ってます。てかその告知かよっていう、まあ告知なんですけど、はい、ってなわけでまあ、ちょっと終わりますけど、なんかその過去のうちのコンテンツって相当あるんですよね。で全部その記録が取られていて、コンテンツがその世の中に出す、要は大会で報酬をもらうまでにやっぱりそのテストしてるんです。学びのサイクルでぐるぐるやってて、本当にこのコンテンツっていいのかどうなのか、参加者が理解できるのかできないのか、終わった後にね、その彼らに持ってってもらえるものがちゃんとあるのかっていうことをやって出すんで、そのプロセスってうちのパートナー人しか分からないわけですよね。でなおかつそれが世の中に出てもまた学びのサイクルをずっと回し続けてて、アンケートもらったりだとか、ワークやってるとこ見たりだとかしながら、さらにブラッシュアップし続けて、まあ、コンテンツって完成形が本当ないんですけど、でもこういうその一連の何かものを作る、別に今
コンテンツだけじゃなくてもね、何か物を作るみたいな、そういうプロセスだとか、そのビジネスを一緒に作っていくみたいな、そんなプロセスをなんか公開できるような、一緒にできるような、うん、なんか見て覚えろじゃないですけど、まず知らない限りできないじゃない。でいきなりやれって言ってもできないじゃない。だからまずこんなことやってるんだよって言って、それを感覚的に分かるっていうかね。うん、でさっきの、まあ、一吉じゃないけど、ある一定のところまで来れば、もう必然とあらゆるものを見てアイデアの定義でコンテンツ作れるようになってくんで、この一吉を超えるまでっていうところをね、なんかサポートできるようなまたプログラムをやりたいななんて思ってるんですが、ちょっとメールがガンガンになってるんで、この辺りで。はい、いつもありがとうございます。それではまた。